東京ボールです。さあプレスをかける川崎、木本は小さな、これで後ろでボールが一回落ち着いて仕掛けの縦パス入れたのは木本です。ルマヤ左足浮き玉、下がりながら木本ヘディング、外側から探りを右足を変えながら踏み込む場所を探しています FC 東京。今レアンドロがこの外ですね、上り里、マルシーニョ上り里、木本で脱がされたんじゃないですかね、はい、同系色と同じ色、はい、やっぱ白だったら OK だったと思いますよね。ニアに来た、ブリックした、加藤に出してここは一旦いいですね、木本縦パスを出します、間トップを見せ続けました。今シーズンから FC 東京に加入しています。木本ロングフィード、アダユトン胸コントロールからカットインしてシュート、キム・ジンヒョンこぼれたところ阿部が詰めていました。アーリークロス放り込んできてゴールキーパーの前、ヤクルスをビッグキャッチ、ここで上げてきたヘッド、ヤクルスをビッグ、堀島は背中を見ながら木本にプレッシャーをかけます。センターバックは木本が右のセンターバックに入っています。長友で粘って木本キープ。さあ少し、まあ、この時間帯は広島の方が少しボール握れるようになってきたので、はい、まあ、より攻撃的に点取る。ジュニオルサントス右足振ってきた、どうなってくればより流動的になってくるとは思います。それで落として、これは高めが来たり面です。思い切って打ってきました、姿勢を見せましたね。ディエゴ・オリベイラ、長い、あとやっぱりお互いの距離感ですね、はい、この木本が立って入れてる。ここまでは両チームスコアレス。さあ裏を狙ったボール、今度のスピード追いついた、選手が上がってくる、ディエゴ・オリベイラ、ここまでは両チームスコアレス。さあ裏を狙ったボール、今度のスピード追いついた、選手が上がってくる、ディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラ今シーズン初ゴール。